恋をしたい、愛したい、働きたい、とっても苦しい、切ない、なぜこんなに苦しいのだろう。どうしてこう全てが重く辛いの。生きるってこういうことなの。私はこんな時、愛する人がそばにいてほしいと願う。一人で生きるのは辛いもの。手を取り合って抱き合って、あなたの皮膚の温かみが欲しい。暖かさがあったらまた生きていける。人生は苦しいものと考える。しかしその苦しさを楽しくする、伴侶がいたら、苦しさは半分、楽しさは数倍と変わる。いえきっとそう、私探します、本当の愛を。明日のヒットが動き出すレコ祭6王。30年の歴史を誇る全国レコーディング歌謡祭、通称レコ祭。六王とはその作品部門、作詞家作曲家の登竜門です。作家になりたい、作品を全国発売したいという方は、作品を六王に応募してください。一次審査を通過した作品にはオリジナルの楽曲がつきます。そして専属のボーカリストによってレコーディングが行われ、作品が完成、レコ祭の作品部門六王にエントリーされます。最終審査の結果、全国デビュー採用審査で合格した作品は全国発売、カラオケ配信等がスタート、夢の作家デビューを果たします。六王に作品を応募したい方はこちらをクリック、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。